俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。なんてやつだ、自爆しやがった。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はどいつだ。さて、どいつから片付けてやるかな。やめてバカだ。さて、ここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。何をする気だ、ザオス。さよなら、テンさん。どうか、死ねないで。やめろ、ザオス。ザオス。くだらねえことしやがって。ジャオス、仇は撃ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。脅かしやがって。悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど。やはり無線で聞いた通り、ドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら、孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ、バカバカしい。
俺は今遊ぶぞ。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ、つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。チキショウ、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。時間だ。無駄だったようだな。さて、じっくりと痛めつ。なんだ、この木は。トナ。本当だ。すごいけど。やつしかいない。孫悟空だ。カカロットか。どれ。ベジータ、こいつらの言ってるのは本当か。カカロットかどうかは知らんが、もうすぐここにやってくる戦闘力5000ほどのやつだ。バカな。そいつはナッパ、そいつらを殺せ。カカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだ。ドラゴンボールのことは構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けば、もっと強力なドラゴンボールがきっとある。カカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説は真実だったわけだ。ピッコロさん逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止める。ピッコロさんが死んじゃったら神様も死んじゃって。てめえだけで食い止められるわけないだろう。食い止めるだと、この俺を笑わせやがって、このガキが。父さんが来るまで僕がやるんだ。太陽剣。どうした貴様。よし、着いたぞ。悟空。神様。急ぐぞ、捕まれ。頼む。あの小僧。本当に海王様の。じゃあ、行ってくる。修行はバッチリだ。頼んだぞ。
地球をかけた大激戦、悟空対ベジータ。情けない話だぜ、ピッコロ大魔王様ともあろうものが、ガキをかばっちまうなんて最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。甘さが移っちまった。だがご飯、俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬなよ、ご飯。いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。してやるぜ。俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった、海王拳。もう叩けねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。何ぞ、ベジータ。動けないサイヤ人など必要ない。
なんてやつだ。自分の中たりとも今すぐカメハウスに帰ってくれ。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだから。化け物。
ミオ、そして生きているすべてのみんな、このオラにほんのちょっとずつだけ元気分けてくれ。疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、凄まじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。総力戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。クリーンさん、降りろ。ご飯、下に降りて隠れる。おい、うわ、やあん化け物、誰だと思う。サイヤ人だ。知ってる。だが、奴の尻尾を切れば元に戻る。ご飯とヤジロベは前に回る。隙を見て、俺が後ろから尻尾。冗談じゃないわ。やつは元に戻ったって信じられにゃ強さなんだぎゃ。何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし、じゃあ、そんな尻尾のことを知っていたらしいが、残念だったな。手のひらを上に向けて集中させてくれ。玉ができる。うわあ、出た。これが
元気玉だ。やったな。クリリ、そいつを奴にぶつけてくれ。わかった。やってみる。任せてくれ。くそ。あんなに動かれちゃ、俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ？孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。やったぞ。随分ひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。うわっ。